はい、皆さんこんにちは、ちでございます。まとめましょうか。まあ久しぶりですね、まとめするのね。もう半年ぶりぐらいじゃないですか。もう下手するとそれ以上ですね。ちょっとね、お時間ができましたけど、本当はね、時間ができたらね、フォールアウトとかやりなさいよっていうところなんですけど、久しぶりにね、ちょっとまとめたくなっちゃいましたので。あ、ちなみにね、今少しだけビール飲んでます。今日はね、ちょっとビール欲しくなっちゃった、ごめんなさいね。久しぶりまとめということで、定期枠からいきましょうか。定期枠でしたら、まずはそうだね、三国志いきましょうか。東博さんで三国志ね、また出ないね、相変わらずタイトルが出てこないんですよね。東博さんでの三国志はね、ため撮りが終わったんで、このまとめやってるんですけど、まず第1話、コメントでもね、聞いてたんですけど、聞いてたというかね、総評さんの、絆がいっぱいすぎて、6人いるんでね、張飛と絆結べないですね、っていう話があったんですけど、実はね、実は近々総評さんとこ、欠員が出ます。欠員ができるんですけども、欠員ができるんですけどね、全然ちぎれないの。私ね、近々、ずっとちぎりにかかるんですけども、ひょっとするともう、欠員が出たら、後にこれが公開されるかもしれないですけどね。で、なかなかね、ちぎれないのと、あともうね、実は、もう残り龍翔さんだけなんですけど、龍翔さんが風前の灯火なので、まあ私、ちょっとね、攻めるのやめて、旦那との二人目仕込みながら、いろいろね、絆ね、やりながらの、あと、まああれだね、閣下さんが、もうそうそうやばいので、まあ総評さんもやばいんですけど、まあね、天秤にかけたら閣下さんの方がはるかに重いので、閣下さんを優先にして、寿命アイテムね、実は私が寿命アイテムも全く持ってなかったっていうのがね、判明しましてね、私もすっかり持ってると思ってたんですけど、寿命延長ね。持ってなかったので、これを探すことも含めていろいろうだうだやってます。ただもう、正直、一度ね、表情は潰してますけども、勢力表情でね、もう龍翔さん潰しますよっていうのをね、2つとも、片や都市攻略、片やもう勢力を潰せっていうことで、どちらにしろ龍翔さん潰すよっていう話になったのを1回潰したんですけども、次勢力表情でね、もうやっちゃうよってなっちゃうと、私は潰しにかからないかもしれないんですけどもね。もうね、まああとはちょっとね、ソヒョさんと張飛の絆を見たかったんですけどね、それはコメントでもいただいてますけども、ただまああれですね、ちょっとひーさんがね、あまりに遊べすぎたっていうか、新しい遊びがいろいろ開拓できてしまいましたということでしょうね。ひーさんの時にね、ちょっとやりすぎちゃったのがね、意外に人材不足のひーさんの時の方がいろんな遊び方ができましたよね。まあまあいろいろ新しい人が見れたというのがあったんですけども、人材が豊富な今の時代では、それほど今のところね、もうキャラクター分かりきっちゃってるっていうのがあるのかもしれないですね。まあ私ひーさん出た時はもうほんと新鮮だったんでね、もう高校さん、孫校さん、まあ高校さんは噂には聞いてましたけど、孫校さん、孫新さんもね、あ、孫新さんじゃない、孫珍さんね、もう、なんやかんやで、もう、濃い人ばっかだな、っていうのでね、いろいろ楽しむことができたんですね。まあ、あとね、スクワットさんとかもね、あと、なんだっけ、あれだね、踊りの人。ちょっと手拍子を叩いて、そのね、誰でしたっけ、蛮族の人ですよね。ああいう絵面とか、絆で遊べたっていうのが大きかったんですけども。まあね、まあ、そこまで遊べない感じですね、東博さんではね。まあ東博さん、まあおじいさんがねすごかったので、もう今回ね、おじいさんあんなに戦上手なんだってね、演技とかでは戦下手ってすごく聞いてたんですけどもね、そういうわけでもなかったみたいで、ほんとイケイケどんどんでね、あとはおじいさんが212年でお亡くなりになっちゃうけど、お亡くなりになっちゃったらどうなるのかなっていうのもちょっと興味はあるんですけどね。今205年ぐらいなので、あと7年ぐらいするとおじいさんを東卓さんがお亡くなりになる予定なんですけども、
まあ、ただもうちょっとあまりに行き過ぎちゃったんで、まあ、そこまで行くまでに終わりそうな気がしますね。で、まあ、三国志はね、こんなもんでしょうかね。あとはもうちょっとやり尽くした感があるのと、あとまあ、ライブでもね、何度か質問を受けたんですけども、この後どうすんのっていう話で、とりあえずね、番外編で、ヒーさんのその後っていうのをね、やってみようと思います。それが終わったらね、それが終わったら、当該さんでまたやるかなーっていう、当該さんでもリクエストいただいてるんですけど、ただちょっと私ね、精査しないと一度にね、皆さんのご要望、結構ご要望聞いてたんで、それを精査しないといけないんで、ちょっとそこら辺が入ってからどうなるかっていうところあるんですけどもね。まあ、三国志はこんなもんでしょうかね。で、ちなみにね、ちょっと遅れましたけど、バックにあるのこれ、88のね、ドラゴンスレイヤーです。いずれ私これやりたいなーと思ってですね。どうでしょう。ザナドゥやる前にこれやれたかなと思ってるんですよね。だって私、ザナドゥはこれの続編っていうか、これのシリーズなんですよね。というか、英雄伝説も一応これのシリーズの末裔みたいなんじゃないですか。というか、まあ、そんなこともありましてね。一応ね、これをやりたいなと思っちゃったりしちゃったりしちゃったりしてるんですけどね。まあ、これはまあ、さておきまして。で、じゃあ、お次ですね。お次はね、ドラゴンクエスト7ですね。パートがね、110何本ぐらいまでいってますよね。ドラゴンクエスト7はね、まあ、もうぼちぼちですね。本当でもね、6までとは全然違う。感じがね。私、前解いたときはね、そこまで感じなかったんですけどね。でもどちらかというとあれだね。もう、3も4も5も6。もうなんか、早時をすごく意識してやってて、シナリオ覚えてなかったのかもしれないね。ですから、この実況でやり出してからすごく話を覚えたりとか感動してるんで、そうですね。ひょっとしたら私も幼少の頃というかね、二十何年前に解いた時はもう、本当友人たちと競ってましたもんね。どこまで行った、どこまで行ったとかいう感じでね。そういうのもあったので、そう思うと、あんまり記憶に残らないような、走馬灯じゃないね。もう走り抜けすぎたのかなっていうような感じがしますよね。ですんで、まあ、そうですね。今、転職をね、実は、正直私今までの内容でいくと、一つの職をもうマスターまで持っていって転職するというような流れだったんですけど、今回見てる限りね、どう見てもマスターまで行こうとすると後半まで行かないと上がらない気がするんだよね。ですんで、もう浅く広く星が5つ6つぐらいいったら、次って。で、どうせ多分最後の方になったら、こいら、後半のね、星6つ、7つ、8つぐらいまであるのかな？確か、前のシリーズは8つまであったと思うんですけど、そこまで、最後の強い敵じゃないといかないんじゃないのかなと私勝手な思い込みしてるんですけどね。ですんで、残念ながらね、僧侶の主人公がザオラルを覚えれないんですけども、まあ仕方がないのかなと。ザオラルを覚えるまでやってると多分他の職ができないのと、あと教えていただいてるんで、戦士と踊り子を星5つぐらいまでにすると、剣の舞というのがね、手に入るっていう、これ聞いたらもうなんかすごくそそられるようなね、剣の舞って、これ全体攻撃でしょみたいなね、いう感じがします。でもそれを取りに行こうという流れですね。あとまあ、相変わらずこのゲームは記憶力がすごく必要なので、もう私神殿の地図がさっぱりわかりません。石板がさっぱりわかりません。で、今ね、最後のところではね、石板がね、よっしゃ、これでいけたよと。バロックさんやるねっていうようなところでね、石板ゲットして、これでいけるぞと思ったら足んなかったですよね。多分ね、1枚レベルじゃないと思うんですよね。1、2枚足んないみたいなので、またこれフォレスト城、フォレスト城？フォロッド城だ。フォロッド城のバロックさん？違う違う、ばあさんね。ばあさんとこ行って、っていうような感じですね。まだまだ、これパート200超えますよ、多分ね。そんな気がして仕方がないんですが、まあでも、中盤は超えたかな？実は戦士に転職したんですけども、そうすると私のヒットポイントが190までなったんで、え？
190っていうことは、だいたいね、今までのね、もう6とか5とかだとヘッドポイント400台入ったら解けるような感じなので、あ、じゃあまあ半分いってないや。いってないね。400台割るには200を超えてないといけないけど、で、今190なんでね。超えてないよね。じゃあまだ半分までいってませんね。まあ間違いなくパート200を超えますね。うん、というような感じで思ってるんですけどね。まあドラゴンクエスト7はこんな感じでしょうか。であとはね、不定期枠になりますね。不定期枠はね、あのね、まずね、ユーロトラックですね。ユーロトラックはまあまあぼちぼち。逆にユーロトラックは、あ、まあただユーロトラックはね、温泉案内入ってなかなかね、なかなかいい感じになってます。ただなんかすごく事故ったり違反したりっていうのが増えましたね。もうあれね、なんでしょう、もう最近ちょっとね、YouTube でね、トラック、スカニアのトラックのね、動画を見たりするとね、あー、ユーロトラックシミュレーターやりたいって言ってやったりするんですけども、あ、そうだ、実はね、私ね、今週はライブできると思うんですけども、来週と再来週はライブできませんので、足からずご容赦ください。でね、実はちょっと遠出してキャンプ行ってくるんですよね。伊勢じゃないわ、四国の方までね。実は足摺岬の方まで行こうかなと思ってます。でね、この足摺岬に行くのにね、また私以前松山言ったと思うんですけど、松山までね、下道で行ったんですよね。橋以外。片道、行きしな10時間、帰り12時間。一人ずーっと運転したんですけども。今回もそれよりもひどいですね。ただ今回は2泊3日の予定なので、ちょっとキャンプも混ぜてね、やってきますんで、まあ、ひょっとすると、何かね、あげるかもしれないんですけどもね。でね、もう、そうですね、今回も下道で行くんでね、なかなかな激しい。多分ね、今回は14時間、15時間かかると思いますね。これ私一人でずっと運転します。実は私一人で行かないんですけどね、松山は一人で行きましたけども、今回は二人で行くんですけども、まあ、保険の関係とか、私、下道行きます。ママはかなりお金ケチってんでね。てか、金がないんで、お金がございません。でも、酒飲みに行って酔っ払った勢いでね、行っちゃおうっていう感じで言っちゃって、もう私ね、お酒飲むとね、もう行きたい病が発症するんでね。でも、友人もね、今度行く友人もね、行きたい病が発症する友人なんでね、よっしゃ行くぞーって言ったらね、おーって言ってね。もうそんな感じで、大盛り上がりになっちゃって。いや、もう運転変われたら変わるよって言われたんですけど、いや保険がないからっていうことで、ごめんなさいね、今ねちょっと後ろでね、バックで神さんがね、次男にね、怒り飛ばしてみたいですけどね。勉強しないもんですから。まあちょっとうちの神さんね、かなりね、口が悪いんでね。ごめんなさいね、ご容赦くださいね。さらに外を来まして、でね、まあ、前回松山行った時にね、下見てずっと走ってると、結構ね、スカニアとかボルボのトラックが見れたんで、さすがにね、マンとかのトラックは見れないんですけども、マンとか、あ、でもメルセデスは見れないことないかな。うん、メルセデスはね、見れそうですけどね。ダフとかマンは見れないですけど、あ、そうだ、それで思い出した。あ、いやいや、もうさっき話片付けしましょう。多分見れると思うんでね。今回も、いいトラックがなかなか見れるんじゃないかなとは思っておりますね。でね、話はちょっと変わっちゃうんですが、まあ変わっちゃうか、まあトラックの話ですけども、メルセデスの新型なのか、構想なのかわかんないんですけど、まあ新型のトラックの話なのかな、ドラゴン見たんですけどね、まあ公式の。なんか凄まじかったですね。インパネが全部ね、タブレットというかね、もう全部画面でした。画面というかね、もうアナログのケーキとか一切なかったような気がしますね。なんか凄まじかったのを見てね。あとそう、ミラーがないんですよね。まあミラーっていうかね、ミラーがね、カメラなんですよ。凄まじいでしょ。だからミラーがミラーの大きさしてないんですよね。ミラーの位置にピラーとかあるんですけど、ピラーというかステーがあるんですけど、ちっちゃいのがついてるだけなんですよね。ほんで、あ、そうそう。で、タブレットみたいなタコの、インパネにタブレットみたいなのがね、2枚ついてるんですけど、そこに出るんですよ。ですから、カメラで出る。だからこれ夜とかだったら、ひょっとすると暗視カメラで出るかもわかんないね。白黒のね、よく熱でね、ちょっと
ウィキリークスにね、出ましたけど、あのアパッチがね、本当に無残、残酷に、熱感知のカメラ使いながらね、攻撃しちゃうよ。あんな感じで白黒で出るのかもしれないですね。いやーでもね、もう何それっていうような感じでしたね。ですからね、なんかトラック正面から見たら両耳がないみたいなね、ゾウさんの耳がないような感じなんで、ゾウさんの耳っていうのは言い方が悪いですけど、言い方どうなんだっていうのはあるかもしれないですけど、そんな感じでね、もうハイテク集めたらこんなになっちゃいましたみたいなね、それだったらもう運転手いらないんじゃないのっていうようなね、感じもせんでもないんですけど、まあ、そんな感じでね。ですからまあ、ユーロトラックシミュレーターはね、ユーロトラックシミュレーター2はね、もう趣味になっちゃってますんで、まあ、雑談ね、雑談という感じになっちゃってますんで、まあ、全然のんびりしててね、お金が全然たまんないですけど、まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますね。で、じゃあお次はね、フォールアウト4行きましょう。フォールアウト4ね、ごめんなさいね、全然更新ができてないです。まあ、これは次のブラスティもそうなんですけど、ちょっと私ね、ドタバタしてましてね、忙しいっていうのもありまして、なかなかね、本当だったらこれするのうまかったらやればいいんじゃないっていうのがあるんでしょうけど、ご容赦ください。でね、ブラスティはね、またやります。ただあれやっちゃうとね、もう本当に私ね、ノリノリになっちゃってね、時間忘れちゃうんでね、ちょっと時間がないときね、厳しいのかなっていう感じですね。でも、やりますよ。やって、もうあれは、時にかかろうと思ってますんでね。3面目行ったのかな？2面目は行って、3面目も多分行ってるので、まあ、ブラスティ早々ね、やっつけられないんで、早くお金稼いで投資して、武器上げて、みたいな、ね、装備を上げてっていうような感じにして、もう時にかかりたいなと思ってますね。まあ、ブラスティはもうほんまこんなもんですね。あとは、ちょうどいい感じで、ね、古いゲームの、ホームページを朗読してるんで、それとバランスいいような感じにしたいなっていうような感じで思ってますね。まあ、あれやってると古いゲームがね、いろいろね、ああこうだったんだってね、あこのゲームでこんな名前だったんだとかね、いうような感じで思いますので、まあ、なかなかやってると面白いんですけどもね。まあ、ゲームとかいうよりね、その懐かしいゲームはゲームを楽しむのがっていうような感じに酔っちゃって思ってるんですけどね。まあ、じゃあお次はね、フォールアウト4ですね。フォールアウト4はね、これまた、ちょっとあれですね、もうこれも私の趣味になっちゃってますね。実況、すべてを実況するんではなくて、ある程度実況したら裏で進めて、また実況できたら実況するような感じのスタイルをとってますんで、そうですね、これは、もう私の都合でやってるような感じですね。ですんで、まあ、もう今ね、レベルがね、20後半ぐらいあるんで、どん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 進めていこうと思ってます。ですから、公開するために、あれ強っ、ちょろちょろ変わってんじゃないって思われると思うんですけど、かなりガン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 進めてますんでね。そんなとこでしょうかね。で、あとはね、イーソーリジンやらないといけないね。イーソーリジンこれ3人目解かないといけないんで、次差し込もうかなと思ってるんですけどね。あとはそうだね、アルゴもしないといけないけど、その前にブラスティ終わらさないといけないんで、そうだね。あとね、ドラクエはね、ちょっと、今回終わったら、まあまあ、だいぶ先の話ですけどね。まだドラクエはあと100パートくらいやると思うんですけど、ドラクエにおいてはですね、多分ですけども、8はしないかもしれないですね。ちょっと別の方に行きそうですね。ちょっとね、他のもやりたいなっていうのもあったりとか、あと88をね、やっぱ定期枠に上げたいなっていう、私の野望もあったりするんでね、なかなか難しいところですね。っていうところですね。そうですね。まあ、今ね、話全然違うんですけど、台風というか、梅雨ね、今年の梅雨も梅雨らしい梅雨ですね。っていうか、どっかで降ってるところはどっかで降ってるみたいなんですけども、そういうところじゃ相変わらず大阪は強いですね。もう今のところ、そんなえげつないことがないんで、まあ、ね、再来週ぐらいに四国行くときに、台風来たらどうしようと思うんですけど、まあちょっと遅い梅雨ですけどね。まあでも今年も去年も梅雨らしい梅雨で、私はね、まあ雨嫌いじゃないんでね、まあまあ、考えが来るよりはね、
まあまあ、水害なのは困るんですけどね。あとまあ、なんかサメ浦ダムもね、もう90何パーセント、97% だっけ、なんかね、貯水率がって言ってましたから、よかったね、今年はっていうか、降りすぎっていうような感じなんですけどね。まあ、サメ浦ダムね、あれは香川県でしたかね、見に行けたら見に行きたいなと思うんで、まあ、以前私見てるんですけどね、やっぱ私ダムみんな好きなんですよね。すんごくでかいんでね。おー、でかいものみんな好きなんですよね。特に人造物のでかいものも好きですね。ですから、瀬戸橋のね、前も言いましたけど、瀬戸橋の橋桁見るの好きなんですよね。人ってここまででかいの作れるんだーって思っちゃいますんでね。まあ、そんなこんなで、そうですね。まあ、じわじわとやっていきましょうかね。ちょっと最近ペース悪いんですけども、悪いなと思うんですけども、まあ、焦らずに、ね、一時はもうなんかね、焦ってて上げてましたけども、いいんじゃないの、それでっていうような感じでね、テロテロと、もうやっていこうかなっていうとこですね。というわけで、今回のまとめ、久しぶりでしたね、まとめもね、ほんと、まとめね、したいなと思ってるんですけどね、なかなか、一気に取りだめが終わるときは最近ないんでね、デロ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 、ズル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 取りだめが遅れるんで、まとめる頃にはもう、次が始まるっていう、次の週が始まるねっていうぐらいになっちゃうんで、これまとめで放送してももう皆さん見てるじゃないってなっちゃうんでね、なかなかまとめができなかったんですけども、今回はなんとかまとめることができましたので、これへんで、終わっておくけど、この本当はあれやりたいね、バックに映ってるね、ドラゴンスレイヤーね、やりたいと思ってるんですが、いつになることなのかなと、これもね、実はリクエストいただいてるんですけども、まあ結構いただいてるんでね、皆さんがリクエストね、これもちょっと精査してやっていきたいと思います。それではこの辺で、まとめを終わらせていただきたいと思います。それではどうもありがとうございました。アーチェでした。